皆さんこんにちは。今日も元気もりもり森本ルナです。ということで本日まずこの動画を見てお前誰と思った方いると思うじゃん。ルナですということで今からメイクをしていきたいんですけど、私本当に言っとくんですけどメイクで詐欺ってます、あの顔面を。ということで早速今日はメイクをしていきたいんですけど、こっち眉毛が一回ここをミスってしまってくっさきになりました。ということで早速撮っていきたいと思います。今日焼け止めと下地は塗ったんですけど、前回と変わってないのでそちらの方を見てください。ちょっとシミが残ってるのでとりあえずあのコンシーラーでここら辺消していきます。女の子はこんな感じです。でもちょっと今日ここら辺に塗ってみます。先にやるとこ、私涙袋を初めてこれしました。毎日メイク動画やからこういうことしたらあかんねんけど、ちょっと今日挑戦してみます。昨日なんか TikTok で韓国の方のメイクを見ててこんなことしたんです。だからちょっと真似してみます。待って普通に待ってきっしょ。これ何この涙袋みたいな、きっしょ。あれや、ミスった。このメイクの塗り方をしたらダメだって書いてたんだコンシーラーを伸ばしていきます。結構まだファンデーション塗ってなくてコンシーラーでこれ、最近ファンデーションを塗らないようにしてるんです。ということでとりあえず一旦眉毛を描いていきます。眉毛はなんかこのパレット、こちらを使います。ここのこの色茶色を使って眉毛を描いていきます。眉毛はもうないとキモいのでちゃんと描きます。ということですみません、眉毛ちょっとあの喋りながら描けなかったのでできた感じします。こちらできました。眉毛はだいたいできました。これでキャンメイクのやつを使ってぼかします。眉毛も何が正解か分かんない、一番メイクの中で難しいと思ってる。ということでじゃあ眉マスカラをします。これはケイトのやつ、オレンジブラウンみたいなやつ、こんな感じです。ちょっと太くなったかも。で眉毛描いたら次アイメイクをしていきたいと思います。次メイクをするんですけど、まずこの色を塗ります。全体的に一番左のやつを塗ります。下にもこうやって塗ったらピンクのとこを塗ります。このアイシャドウめっちゃ発色いいから好き。こんな感じで塗ったら下も塗ってきます。今こんな感じでピンクです。こっからまだやります。目のここのところにこのオレンジのとこを塗ります。こんな感じで塗ってきます。こんな感じでやったらここにラメを塗ってきます。ラメはこのスピスピのオレンジを使います。オレンジを手のひらに乗っけます。乗っけたらなんかこんな感じで、これをいい感じに目の上に乗っけていきます。目の上は結構キラキラさせたいから、このぐらいはつけるかも。こんな感じ。最近私はこのラメがめちゃくちゃお気に入りです。で次こちらコンシーラーです。名前なんていうもの、これコンシーラーみたいなやつで涙袋を描いていきます。普段こうやってなるんですけど、ここにちょっとピンクを塗ってしまったので、もうちょっと涙袋をはっきりさせたい時はこれを使います。撮影の時以外はあんまり使わないけど、撮影の時は目がなんかちっちゃく見えちゃうのでモリモリにします。こんな感じで変わるやろ、目の大きさがまず変わるのでこれおすすめです。でもあんまり濃く描きすぎるとあれやから、黒目のちょっと一体ぐらいで止めた方がいいかも。ここら辺はもう基本描かないって感じにしてます。で次これの一番こっちを使います。こういう細いペンで上をなぞります。こんな感じでちょっとさマシになるでしょ、なじませるのかな。いや本当にメイクさ適当だからさ、てかほんまは今日あの撮影があるねんな、ギス君が寝坊してます。なのでちょうどよくこれを撮れてるのですごく幸いです。マネージャーとさちょっとさ約束してさ、今月68万人チャンネル登録行こうって約束しちゃって、頑張らないってなと思ってるので、拡散の方お願いします。拡散って言っても別にこんな動画拡散しないでほしい。もっと可愛いやつ、可愛いって言っても可愛い動画ないんですけど、今塗ってるのはさっきの色で、こうやって全体見た時に薄いなと思って足してください。 OK ちゃう。これで終わりじゃないんです。私目が本当にめっちゃなめなめが好きなので、さっき上に塗ったやつをもう一回取ります。取ったらこの黒目の下にこうやってつくようにします。黒目の下だけ、全体的に塗るとなんか変やから、こんな感じです。こういう黒目の下に塗るとめっちゃ可愛い。じゃあ今からマスカラをしていきたいと思います。これだけじゃなんか腫れぼったいので、目をちゃんとパッチリさせていきます。
ベゼルのやつが使います。名前わからんねんな。最近さ、なんか顔がさめっちゃくちゃ乾燥してやばいんだけど、もともと別にさそこまで乾燥肌じゃなかったのあるな。結構テカリやすかったんだけど、最近ほんまに乾燥やばくてメイクも乗らんくなっちゃったの。パリパリしてしまう。だからあのファンデーションをやめました。基本ここのまつげであの束にならないように広げてます。こんな感じ。こうやって上向いた時に分かる、今ここ束になってるの。ちょっとそれをどうにか直したいから広げます。なんか昔までまつげをくっついてても別にそんな気にしたことなかったのけど、あのなんか写真を友達から撮ってもらった時にまつげがなんか穴開いてるみたいに、そこがさハゲてる人みたいになるの、まつげが。それが嫌でこういう細いやつを買うようにしました。で本当はもうこのまつげでいいんですけど、ルナはまだ物足りなくて、今のは長さを出したんですよ。でもこっちはボリュームでちょっと量を多くします。これナーズのやつ、いただきました。こんな感じです。え、もう疲れたんだけど。普通に誰が需要あんの、こんな見るの。じゃあ次、涙袋の影を入れていきます。こちらシザンヌのやつです。塗ったらこんな感じ。アイメイクとかはできたので、今からシェーディングとかハイライトとかチークとかをやっていきます。さっき言ったキャンメイクのやつ使います。ここのとこ取って、こうやってこんな感じになってますよ。これを指でもうこうやってやっていきます。でも甘くすぎると歌舞伎みたいな人になりそうだから、ちょうどいい感じにします。こんな感じ。じゃあハイライトいきます。ハイライトはこちらクリオのやつを使います。でここも塗っていきます。塗りました。こんな感じです。じゃあ次はチークに行きます。チークはこのマックのやつを使います。この色です。これはもうずっと使ってる。3年間ぐらいずっとこの色、この色があんま使ったことないかも。チーク、私チーク好きでめっちゃ塗っちゃうんで、皆さんは真似するんだったら少し少なめで塗るとかにしてください。メイクで一番好きなのはチークかもしれないってぐらいチークが好きです。今ちょっと塗りすぎたので、そういう時はパフでございます。こんな感じ。あとはリップです。こちらなんか泥のやつ、これちょっと乾燥しやすいかも。塗ったら次はロム&のリップを使います。これも適当。今メイクはこんな感じなんですけど、ここであのシェーディングをします。シェーディングは正直もうマジ何でもいいです。でこの一番ちっちゃいところで最後シェーディングをこうピュッて感じにするとおしまいです。で今からカラコンを入れます。ということでメイク完了しました。メイクが完了したんですけど、まだメイクだけじゃ完成じゃないので、髪の毛もしてやっとルナになると思うので、今から髪の毛をセットしていきたいと思います。ということでメイクと髪の毛が完成しました。今はちなみに前髪をちょっと切っちゃいました。こんな感じです。ということでやっとあの毎日メイクが投稿できるかなって思うので、皆さんもしこれが上がってたらぜひ褒めてください。分かりにくかったかと思うんですけど、皆さんよかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ということでバイバイ。